ベルナルド・カツヤ・シキオ様が、フィリップ・シム様は札幌教区に働いてた。札幌教区がフィリップ・シム様に給料を払ってた。フィリップ・シム様の仕事をしている帯広教会のところに犯罪なことがありました。日本の法律で言うと、責任はあなたです。二人目の責任者はパリミション会です。やっぱり影響があったと思います。だってそのビデオを流した後に急に札幌教区の勝代司教様から英語で来た手紙が届いたんですよ。私の作ったビデオが皆さんに事実の取ってない責任、悪いことを皆さんにシェアをしてなければ、あなたから絶対その手紙が私の弁護士さんに。おはようございます。タイジさん、ミスタータイジ、そうじゃないでしょう。あくまでも私は喧嘩しようとしてないんです。あ、そういえば、勝也さん、お願いがある。私の名前は、なんで、ティモテでいつも呼ぶんですか？じゃあ、私も毎回、あなたにタイジーって言えばいいんですか？ティモテ私の下の名前です。タイジーもです。あなたの名字、ファミリーネームは、勝也。私は、ベガンと申します。まあ、だから、司教さんは、もうちょっと私をリスペクトしたいんであれば、ティモテさんまたはミスターティモテまたはティモテで呼ぶのをやめてくれない？タイジ。タイジさんは、ベルナードさんは、いや、私はできないです。失礼です。まさか、ティモテ君が隠さないといけないことを、みんなに伝えるのが、やべえ。やっぱり、影響があるんですよね。私は、あくまでも、二人の間が敵になってほしくないんですよ。札幌局であった犯罪なこと、あった事件、あなたの隠そうとしてる、あなたの責任を取りたくない、どんだけベルナルド・タイジ・カツヤ・司教様が悪い仕事、悪いことしようとしてると今言いました。そうですね。なんでそんなことを言うと思ったか、しようとしたって、まだまだいい人に戻れるじゃないかと私の脳、私の心がそう思ってます。私がちょうど飛行機乗ってる時にあなたの札幌教区からお手紙が届きました。皆さんにシェアをするつもり。だってどんだけタイジ・ベルナルド・カツヤ・司教様が責任を取ってない。その問題の仲間に入りたくない。どんだけ被害者を無視してる。どんだけ嘘をつくが汚いです。ひどいです。札幌教区の司教様の責任を他の人に、他のいい人に任した方がいいと思います。その手紙の内容をお知らせします。I would like to respond to a recent request fromTimothy's lawyer. First of all, concerning the request to publish Mr. Timothy's rebuttal to the MEPS document made public on the website of the Diocese of Sapporo. We are not in a position to intervene between the MEP and Mr. Timothy.To convey his arguments, the MEPS document made public on our website
is an official document addressed to the people of Diocese of Sapporo by a mission society working within our diocese. So naturally, it should be on our website. Furthermore, we have also received a specific MEP response to Mr. Timothy's complaints, which we have not published because it is not official. Similarly, Mr. Timothy's rebuttal is personal and therefore we cannot put on our official homepage. The Diocese of Sapporo is not a place where both sides can fight the arguments or speak for themselves. As for me personally, I can only tell the MEP to respond to Mr. Timothy Ribital in good faith. I have told Mr. Timothy that I wanted to help in any way I could. じゃあ、お前やればよ。あ、すいません、私がいろいろ考えてて、あなたの書いてあることは嘘なのが分かってるんで、相変わらず変わってないなので、ちょっと痛みが出ちゃった。申し訳ないですね。はい、But that did not mean we would sue the MEP together. あ、そう。話違うな。That was clearly communicated to Mr. Timothy's on a number of occasions. The only information we have is from Mr. Timothy's. And we cannot sue with information from only one side. じゃあ、お前がなんでフィリップに連絡しない?そしたら、両方とものあった事件、聞けるんですよ。パレミション会は関係ないんだよ。あった事件、フィリップのと私の間の関係ですよ。Please understand that we cannot be the party to sue in the first place.As there is a court case pending with the MEP, and we are only to wait for the outcome on that case. お前、分かってないよ。パレミション会と私の間に何も裁判起こしてないんですよ。まだまだ分かってないんですね。それがわざと言ってるでしょ、あんた。パレミション会は、あなたの札幌教区との間の仕事などの契約とのつながりがあるだけです。そして、パレミション会はフィリップの働いている会社です。それ、分かってないのか、わざとそんな変な風に皆さん説明をしている。でもね、この手紙の書いてある言葉、この前7月18日とか、5月とかの言ってる言葉が、パレミション会の責任者、セネシャル総長と全く同じ言葉、同じこと。札幌教区にフィリップ神様とのあった犯罪なこと、あなたはノタッチにしたいです。もう俺は関係ないと伝えたいです。全部パレミション会とフィリップとチモテの問題です。責任の取ってませんあなたは逃げてるんですよ。悪い神様です。悪い司教様です。そんな簡単に逃げられないんですよ、あなたは。一般的の事実じゃないんですよ。大事な、ある責任の司教様です。ロマンカトリック教会の司教様です。いいことがある時でも、悪いことがある時でも、ちゃんと動かないといけないんですよ。言いたくてもちゃんと責任を取らないといけないんです。Also, he seems to be offended that our attitude changed since our last meeting.
but we were trained to be as understanding and close to Mr. Timothy as possible. 本当に被害者をバカにしてるんですよね。本当に今俺が言葉を我慢してるんですよ。We have informed him that we would not be able to engage in a further discussion with him. Please also understand that at this time we can do nothing except wait for the progress of the French court case. 2024 September 19, Bishop of Sapporo Diocese, Taiji Katsuya. 私がずっと前からお願いしてたのが、助けてください。助けるためには、あなたの考え方、札幌教区の司教さんとしてと、パリミッション会と分けてください。でも、一番最初はそうやりたかった。覚えてますか ?2024 年の3月、5日、2回目自分のお金で、あなたに会いに行った時に、軽トラックで、あなたはパリミッション会に対してどんだけ怒ってたか。だってパリミッション会から何も話が来ない。まさかパリミッション会が嘘つくと思わなかったんですよ、私。嘘をつくのが、なんていう説明すればいいのかな。まあ、簡単で言うと、ベルナルド・タイジ・カツヤ司教さんは、オール・シム様とか、セネシャル・シム様などの、なんていうのかな。シム様だから、いい人ですよ。いいことをする。神様とのつながりが、神様は悪い人ではないです。イエス様、マリア様は悪い人じゃないです。So, これは英語で届いた。皆さんがわかるために日本語で説明しないといけないんですよね。まあ、要は、なんて言うんですか。私が自分の心から翻訳をしてあげたいんですよ、皆さんに。でも、伝えられないぐらい汚いんですよ。席の取ってないのがありえないんですよ。おかしいですよ。嘘なことを日本の方に伝えるのが良くないだと思います。それを伝えるのもまた補聴させてる痛みと一緒ぐらいですよ。4月からパリミッション会のセネシャル総長からやっといろいろ知らせが来ましたんですよね。そこから大事司教さんはもうなんていう、ひっくり返したんですね、頭が。正しいことではないです。フィリップ神様の言ったことではないです。パリミッション会と大事勝也さんの間の言ってる話は、それが責任者と責任者の間の関係だけですよ。あなた、タイジカツヤ司教様って、あれから一度、フィリップ神様と話をしたんですか？なんでフィリップ神様に直接連絡をしないですか？なんでフィリップ神様にあった事件全部聞かないですか？だってあなたが、フィリップ神様の責任者だったんですよ、日本に。タイジベルナルド・カツヤ司教さんが、4月8日からパリミッション会の責任者と一緒に力を入れてるんです。被害者を敵にしてる、被害者を戦うためです。あなたはすごい勘違いしてるんですよ、司教様なのに。私、あなたの札幌教区の被害者ですよ、パリミッション会の被害者ですよ、フィリップ神様の被害者ですよ。あんたたちのお友達じゃないんですよ。なんで隠さないといけないんですよ。なんで被害者を口を閉めないといけないんですか。あなたは何回もそれをお願いしたんですよ。話やめてくれ。これ表に言ったらダメ。
これダメ、これダメ。なんで？俺の首を絞めたいんですか？あなたたちはカトリックローマン教会と別人です。被害者を無視して被害者を手伝わない。被害者と戦い。なんで私たちの宗教を悪くしてるんですか？